久しぶりに皆様の前に登場するということで、非常に本日を楽しみにされておりました。それでは早速お呼びしたいと思います。岩橋元気さん。ちょっとお待ちくださいね。はい。はい、ではお呼びしたいと思います。岩橋元気さん。はい、どうぞ。ステージの方にお上がりください。こんにちは。岩橋元気です。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ一度ちょっとマイクの方をお預かりします。はい。はい、それでは早速なんですけども、フォトセッションの方から始めさせていただきますので、岩井さん、前方、左手前のシールドカメラの方からメッセージをお送りいただいてもよろしいですか。はい、あ、ごめんなさい、正面の、正面ですね、オフィシャルがございます。はい、お待たせいたしました。オフィシャルの方から。ちょっと一緒に飛びますんで、はい、まあ、ちょっと気持ち、なんか笑顔でお願いしたことは、すみません。すみません。ゆくやかに行きましょう。あ、そうですね。ちょっと縦を取らせていただきます。すみません。はい、赤のスイッチが決まっていますね。はい、じゃあそういう方お願いします。はい、はい、もっと笑顔ください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ一回ちょっと向井さんに行かせていただきます。はい、じゃあ真ん中センター中央のカメラで2つ。はい、はい、よろしいですか。じゃあもう一つ右に行きましょう。はい、じゃあさらに大外を右になりますね。写真集をお持ちいただきます。はい、はい、じゃあ向かって左手、上手側から、はい、お願いします。写真集見させていただきます。はい、じゃあ手に取ってきます。はい、順番に手を上げていただきます。はい、向かって、はい、向かって、はい、向かって、はい、はい、手前、はい、ですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてちょっとお気に入りのカッターがありますので、じゃあ皆さんちょっと簡単にメイクと一回直しますんで、一回袖の方に戻ります。ちょっとだけお待ちください。じゃあいいですか。じゃあここから再開します。後ろムービーテレビカメラの、向かって左側から、はい、はい、続いて次に2列目行きましょう。ちょっともう顔しげに、はい、ありがとうございます。はい、はい、ね、はい、じゃあ隣に行きましょう。
じゃあ次、はい、もう一つ読もうと思います。それではここから会見の方を始めさせていただきます。先にご説明した通り、こちらの方から代表で質問させていただきます。質問の方は後方から、皆さん担当の方がさせていただきますので、皆さんよろしくお願いいたします。松田先生が、今回政策が決まった時の感想だったり、感染した時の今の感想を教えていただけますでしょうか。そうですね、これが決まった時はすごくワクワクした気持ちと、あとやっぱり、今回ソロ の写真集なので、めちゃくちゃ緊張しました。でも撮影も、すごい楽しみだなっていう、本当に半々でしたね。ワクワクとドキドキがありました。はい。出来上がって、何が出来上がった？出来上がって、正直なんです、今日初めてこの本を手にして見たんですけど、やっぱり自分かっこいいなって思いましたねかっこいいし、かわいいところもあるし、まあなんか今までと違って、その写真集っていろんな表情を見せられると思うんですけど、その中で、かっこいい表情もあったりとか、かわいい部分だったりとか、セクシーな部分だったりとか、いろんな表情が詰まっているなと思って、とてもいい作品になったかなって思います。あ、すみません、会見中撮影 OK なんですが、フラッシュは、はい、ちょっと、撮っていただきたいと思います。はい、すみません。今回、ドバイでの撮影だったと思うんですが、先ほどワクワクもあったというところで、ラシャさん、フォトグラファーさんのことだったり、印象に残っている撮影シーンだったり、思わず笑ってしまったエピソードなどありますでしょうか。そうですね、今回、そのフォトグラファーも、アメリカ の, そのフォトグラファーのラシャさんという方に、こちらからオファーして、本当に撮影自体もグローバルにやって、基本的に全て、英語で喋ったりとか、あとそのドバイって僕行ったことなくて、初めて自分にとってその中東の場所だったので、どんなとこなのかなっていうのはすごく緊張していた、どういうものがあるのかなっていうのはすごく興味があったんですけど、実際に行ってみて、自分の中ですごく刺激になったりすることもあったし、文化も、また日本とね違う部分もあったので、そういうところはすごく楽しかったです。あと撮影とかも、そのカメラマン、そのフォトグラファーの方と2人で入らないといけない場所もあったので、もちろんそこは2人とも英語でやり取りして、2人だけの世界でそういう写真、素敵な写真を撮れたかなって思います。はい、今作は岩井さんの今の姿を記録した一冊になっていると思います。これから長く表現活動をされていくにあたって、写真集制作を通して生まれた気持ちの変化とか、今この写真集にどんな思いがあるのかお聞かせいただきます。そうですね、この写真集を通して、今後またいろんな分野で活躍していきたいなって思うんですけど、そういう時にこの写真集を通して、こういう作品を作ったなっていうのをやっぱり思い返せることができるので、そういうまた新しい自分の何かクリエイティブするきっかけになる写真集になってくれればいいかなって思います。先ほどフォトセッションでもお気に入りのページを見せていただいたかと思うんですけど、ホテルでのワンシーンだったかと思うんですが、お気に入りの理由であったりとかございますか。僕すごく007のジェームズ・ボンドがすごい好きで、あの映画が好きで、あの写真を見た時に、ジェームズ・ボンドみたいだなって思って、でなんかあの作品って結構そういう高級なホテルにいたりとか、ああいうドバイのイメージがあったので、それを見た時に、かっこいいなって思いましたね。全く普段プライベートでそういう例えばバーとか大人っぽいことは全くしないので、
ああいう服を着たりとかスーツを着たりっていうのは撮影でしかしないので、それを写真、この写真集に入れることが良かったなって思います。かっこいいも可愛いもたくさん詰まった写真集になってるかと思うんですが、はい、ファンの方々の次に見せたい方などいらっしゃいますか？でも、まあ、もちろんフェアリーの皆さんもう一人一人にこの写真集を届けたいなっていう気持ちもあるんですけど、やっぱりこうやってこの写真集をきっかけで僕のことを知ってくれる方もいると思いますので、まあ、もちろん日本だけじゃなくて世界中のいろんな国にこの写真集が届けばいいなと思うし、ドバイでもね、なんか手にしてくれる方が現れたらいいなと思いますし、そのいろんなところに僕のね、ファンフェアリーを作っていけたらいいかなって思います。はい、東京ボーダーレス TV。